はい、皆様こんばんは、ユミコンモデルズでございます。今日はですね、こちら写真の撮影ブースの、ご紹介のお話を、したいなと思います。トレペで簡単ユミコン流撮影術ということで、今日はお送りしたいなと思います。撮影ブースの解説、この私のこれ常設なんですけれども、この撮影ブースの、説明をしたいなと思います。ちょっとですね、あのカメラの、絞りの話とか、いろいろ細かい話がありますので、ちょっと専門的な話が多くて難しいかもしれませんので、ちょっとこれはですね、中級者向けということで、最初はこれでスタートしたいなと思っております。それからですね、もう一つ、LED ライトを使ってみようということで、こちらのですね、 LED ライトを使ったこのトレーシングペーパーを使って、するお話もしたいなと思っております。そのままですね、それはスマホの撮影にも使えますので、これはですね、初心者向けということで、お送りしたいなと思っておりますので、まずですね、このカメラはですね、私はニコンの D7200 というカメラを使っております。APS-C サイズの、一眼レフカメラということになります。で、レンズなんですけれども、今ここにくっついているのがですね、 DX の 1855 の F5.6 というレンズです。で、次がですね、もう一個こちらに置いているこちらですね、これがですね、これ用に仕事、この模型撮影用に購入したんですけれども、DX の 40mm マクロというレンズですね。マクロレンズというレンズでして、もう本当にレンズの目の前で撮影ができるということで、フィギュアのね、顔のアップであったり、本当に塗装の手元であったりとか、そういうのをしっかり写すためようということで、これはそこそこお値段はしません、それでもそんな高いのではないですけども、はい、まずですね、シャッター速度は250分の1になります。早いなって思われた方ね、結構いらっしゃると思います。静止物なので、こんなスピードで撮る必要は全くないんですけれども、私はこのスピードで撮ってます。結構ゆらゆらしてますよね。これね、下に三脚つけてないんですよ。で、なんで三脚つけてないかっていうと、ここ三脚ってすごい足広がって邪魔じゃないですか。だからね、それが嫌だったもんで、こういうアームでつけてるんですね。すると結構こうグラグラ揺れるんですよね。はい。で、だからね、シャッタースピード上げとかないとブレちゃうというのと、それからですね、手元がね、震えるんですよ。こう持ってね、こうやってってやってると、ブル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 って手が震えるんですね。で、そういうシャッタースピード遅いとですね、その震えでダメになっちゃう、ブレてる写真に、ね、なっちゃうことがあるんで、上げとけばブレることはないので、非常にやりやすいということで、この250分の1というシャッタースピードを設定しております。はい。次、絞りがですね、絞り16から22で撮っております。はい。この値もですね、めちゃくちゃ絞ってるなっていう風にね、思われた方もいらっしゃると思います。で、16と22という2つの数字があるんですけれども、22というのは、マクロレンズですごい近くを撮るときに、ギュッと絞ります。そのくらい絞らないと、やっぱりちょっとピントが来ない部分が、奥の部分とかピントが来ないんですね。なので、そこまで絞り込んでるという数値です。で、感度はですね、100から250です。これも低い方が良いというのは当たり前なので、かなり低い値になってます。はい。で、ホワイトバランスなんですけれども、5250kelvin ということになります。このストロボくんのお話をしたいと思います。まずですね、これをストロボ A と私は設定しております。ストロボ A がですね、マニュアルの2分の1段でございます。ガイドナンバーが、これですね。はい。ガイドナンバーが35ぐらいの、いわゆるカメラの上にちょこっとつけてるあれですね、クリップオンストロボっていうんですけれども、そのストロボになりまして、これがガイドナンバー35ぐらいで半分ぐらいの数値を出しているということになります。で、もう一つストロボ B というのがございまして、奥に見えてると思うんですけれども、あれが B という設定になっております。これがですね、32分の1ということで、これに比べるとかなり少ない値になっております。本当にアクセントライトという感じになりまして、これですね、後ろからちょっと光らすことで、そのもののシルエットをです、ね
ですね、少し逆光のシルエットを入れるということですね。それではですね、この撮影ブース、はい、これのね構造を解説させていただきたいと思います。もう見ての通りでございます。いわゆる、スチールラックというやつですね、スチールラックの一箇所に、これねプラ棒なんですけれども、これをくっつけてトレペをかけてるだけなんですね。こう向きにね L 型にかけてるんですね。これちょっとトレペ外しますね。これクリップで留めてるだけでして、クリップで、ね、洗濯バサミですね、洗濯バサミで留めてるだけなんですけど、5ミリのプラ棒をですね、クリップですね、洗濯バサミのクリップにこうくっつけてるだけなんですね。でこれでこういう風にこう持ってきまして、ちょっと延長パイプつけまして、まあこんな感じという感じで、こう棒が左右にね走ってるだけなんですね。はい。でバック紙がこういう風にくっついてまして、でこうペローンとここに R をつけているんですね。でバック紙自体にもグラデーションがついてまして、真ん中だけちょっと白いんですね。でこっちとこっちがグレートーンになっています。レフ板ですね、失恋ボードを、止めただけのものでございますが、これレフ板が1個ございまして、基本的にはもうこの1個のレフ板でほとんどの場合撮っております。それではですね、まあこんな感じということで、だいたい掴んでいただけましたでしょうか。はい、もう本当に簡単なものです。はい、ではですね、なぜトレーシングペーパーをこんな風にですね囲っちゃってるのかというお話を、させていただきたいかなと思います。まずですね、これはですね、光を拡散させるためでございます。このライトのバーンって当たる光をですね、こう広げるためにあるんですね。はい、それどういうことかと言いますと、もうちょっと分かりやすく言いますと、面にするということでございます。皆さんこういうのをご覧になったことが ありますでしょうかね。写真の、なんか撮影現場とかね、写真館行ってもありますよね。こういうのは上からとか斜め前からこうあると思うんですけど、これがですねまさに光を拡散させて面にしているものなんですね。はい、どういうことかと言いますと、光っていうのはですね、こう丸い光源がありますよね。ストロボのねバンと光る、何でもそうですけども、その光源からですね、まあこうバッと拡散して光っていうのは飛んでいくわけですね。でそれがですねあちこちに当たってですね帰ってくることで、まあなんとなく明るいという、全体に明るくなっているということでして、これをですねここの間にトレーシングペーパー1枚挟みますよね。すると光がですね、こうトレーシングペーパー全体が発光する形になるわけです。正確にはそうじゃないんですけども、まあ、感覚的にはそういうことです。もうこれ自体が光を発生する布になるわけですね。はい、でですね、例えばこういうのも商品として売ってまして、先ほどのライトにかぶせるボックスに格子がついてるんですね。これはですね、まさにその光の向きをまっすぐに飛ばすためのものなんです。光をこの格子の中でまっすぐにしてストーンと落とすための、つまり面光源にするための特別なまあ商品ということになります。まあこういうのもあるんだということなんですね。はい、つまりですね、柔らかくて強い光を当てるということがとても肝心なんです。柔らかくなるっていうことは、弱い光離したりストロボ弱めたりするんではなくて、拡散させて面にして、なおかつ強い光をしっかり当ててくるということがですね、まあこの商品、まあ、物を取るという上においては非常に大切ということになりますので、柔らかく強い光を当てるということになります。はい、まずですね、こちら私が持っているこれですね、この持っているやつが SB910 というニコンの純正品になります。これはですね、5万円ぐらいするんですね。高いんです。非常に高機能で、まあ信頼性も高いし、まあいろんなことができる、
ストロボなんですけれども5万円ぐらいします。でこんな5万円のストロボなんて普通はね模型撮影のために投資でできないですよね。ニューワーでしたかね、中華系のブランドでこれね5000円ぐらいで買えるのがあるんですよ。これなんですけど試しに1回買ったんですけど、5000円ぐらいです。本当に4800円、今も4800円ぐらいでしたけども、これでも撮れます。外部調光で発光させる分にはこれでいけるんですね。で私もさっきお話しした通りマニュアルの段数で撮ってますんで、全然これに切り替えても実はこれをマニュアルにしてガイドナンバーがほとんど一緒なので半分にすれば同じに撮れます、はい、試してみたところちゃんと撮れましたんで問題なかったです。今日はもう時間の関係上ちょっとやりませんけれども、これでもこれねもしよかったら一気に世界が変わります。もうとにかくパワフルです。この5000円の商品でも十分パワーがありますんで、もうあともう光はやっぱ正義なんですよ写真の中では。それはたくさんの光をいかにコントロールするかなので、光が足りないとまあいろんな意味でカメラの設定もシビアになってきますんで、ぜひフルパワーで照射していただきたいなと思うので。ただですね、まあそういうのもですね、まあ別にいいんですけれども、私はこれで十分似たようなことができるので、こういういわゆるクリップライトというんですけれども、これで撮れますんで、こちらですねクリップライト、今大体ね1500円ぐらいでした。この電球がないのが売ってまして、電球は自分の好きなの入れてくださいねっていうのがあるんですけど、これクリップライト2つですね、まあ、3000円ぐらいですねこれ2つでもね。で LED ライト、はい、これがね今つけるのが 60W なんですけれども、これね付け替えてもらって2個セットでもね800円ぐらいでした。じゃあですねこれをこの LED ライトに交換しますね、はい、まずですね絞り25っていうのはねちょっと大きすぎるんでこれ小さくします。はい、だいたいね、まあ、8ぐらいあればこのくらいのものは取れます。はい、大差がその前後差がほとんどないので8あれば十分です。次に ISO 感度を変えましょう、はい、感度を今250ですよね、感度上げていきますね。今このほら右上の数字が減ったの分かります？ほら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 、バーが上がった、今三角出ましたけど下がっていってるでしょ、ということですね。これ上がっていくとまあいくらでもこう今度上に上がっていくんですけど、今度明るすぎるよって言ってるんですね、はい、まあこれがぴったりなんですね、はい、250分の1の8だと ISO 感度は2500いるよっていうことになる、でプラスマイナス0ですよ、ぴったりですよということになります。 ISO 感度2500はね汚いです。まあ ISO 感度800ぐらいかな、一眼レフなんで800ぐらいで撮りましょうか。800で今下にまだバーが伸びてますよね、露出メーターって言うんですけどね、それ伸びてますよね。だから200、これあともう何変えるかっていうとシャッタースピードしかないわ。じゃあシャッタースピード変えます。これをねこう今落としていってるの分かります？今上に上がりましたね。これが80分の1は多分ぴったりなんですね。手ぶれするスピードっていうのはですね、だいたい60分の1以下が手ぶれスピードになる。人間は構え普通に構えてて60分の1だったら大体大丈夫なんですけども、標準のズームでね、望遠じゃないですよ、ここだけレディーズ使います、はい、つまり、LED ライトはですね光量が少ないのでシャッタースピードが遅くなるんですね。ですからレディーズもしくはない場合はセルフタイマー押してカメラをスッと押さえてパッと離れて10秒ぐらいでバシャッと切れますから、それでね大体ねうまくいきます、はい、レリーズか、セルフタイマーでやってください、はい、それで撮ってみましょう。ということですね。はい、撮れました。はい、こんな感じですね。はい、まあ一眼レフだったらこんな感じ。あとね一つお気づきになったと思うんですけれども、ちょっと色がねなんか変わった、ちょっと黄色みがかってるような気がしませんか？はい、
この部屋ですね、この LED も含めまして全部、中光色 5000K ぐらいになるようにだいたい色温度を揃えてるんですね、まあ、これも含めてなんですけど、ただやっぱりあの劣化してきますと時間が経つと電球の色にちょっと濁ってきて黄色っぽくなってくるんですね。その色をですね拾ってるんですね。低照光で撮るって、まあ、LED で撮るっていうのはですね、そういうふうなことが起きるということで、この場合、ホワイトバランスをね、変えてあげることで、変化させることができます。わかります？これほら、こう赤くなってくるんですよ。5260じゃなくて、多分ね、5000ぐらいかな。ということですね。はい。さっきよりね、色かぶりが減って綺麗になったと思うんですけれども、LED ライトを使うときは、少しですね、注意していただくということになります。はい。それからもうちょっとね、暗いところも多いんでね、この前とかもちょっと暗いんですよね、写真見てもね。その辺はこのレフ板でね、変化させることができます。はい。明るくなっていったのがわかると思います。気になる場合はこういうレフ板をカメラのギリギリまで、トリミングする範囲のギリギリまで、ね、近づけてもらって、光をしっかり反射させてあげてください。はい、ここにライトをつけたことでかなり明るくなりましたよね。はい、これでね、撮ることもできます。はい、こうやって撮ったらね、この前は綺麗に映るんですけども、奥のところね、奥のところに影が映ってますよね。はい、現時点でも実はね影出てるんですけど、ね、はい、この影がね当たり前ですよね、影出ますよね。そういう場合はですね、ティッシュペーパーね、これで全然いけるんで、これをかけてください。ほら、いかがでしょう、影がなくなったの分かります、ね、これつけるのと、これこうやったら影なくなるでしょう。はい、ということで、ライトをねこのように使ってみてください。これね、一眼レフで撮ってますけども、別に一眼レフじゃなくてもいいんです。はい、この光があるってことは見たまんまですから、スマホで撮ったって見たまま撮れるんですね。なので、ちょっとそれを用意させてもらいますね。はい、普通にスマホです、はい。カメラモードにして、また iPhone なんですけど、ちょっと迫力出してあげる。普通に撮れますよね。撮れたら、編集でやってもらって、まあ、これね人それぞれだと思うんですけど、トリミングして明るいくらいを調整します。で、明るいところにするとこの下の白いところが飛んでくるんで、ハイライトこの辺でね、こうちょっと調整してあげる。で、保存してやればこのように写真が撮れたと。ちょっとね、角度とか画角は悪いですけど、まあ、それはご勘弁いただいてということでございます。はい、もう光を作ることができれば、スマホだろうが一眼レフだろうがコンデジだろうが全部一緒です。はい、撮れます。うん、もう人間の見た目のままに撮ればいいだけのことなので、特に人間の見た目のままで撮るという面で言えば、スマホが一番直感的で分かりやすくできていますので、写真が難しいなと思われる方は、例えばカメラの性能が悪いんじゃないかとか、レンズの性能が悪いんじゃないかとか、まあ、スマホを新しくすればより綺麗に映るんじゃないか、まあ、これレンズの問題は実はあるんですけれども、お悩みになると思うんですけれども、肝心なことはですね、光なんですね。これ、強い光をいかにコントロールするかということでして、光を制さない限りは絶対に撮れないということなんですね。はい、とりあえずですね、今日のライブはこれで終了ということで、一回終了させていただきますので。